モデルプレスイコール2024年10月24日、歌手のアドの自身2度目のワールドツアー、アドワールドツアー2025、火花パワードバイクランチロールの開催が決定した。アド、ヒットアーティスト過去最大級規模、ワールドツアー開催決定。10月24日に22歳の誕生日を迎えた、アド、今年開催し、全公演完売となった初の世界ツアー、アド・ザ・ファースト・ワールド・ツアー、ウィッシュを超える規模となる世界30都市以上、50万人超えの動員を予定している。これはヒットアーティストによるワールドツアーとして過去最大級の規模となる。2025年4月26日に埼玉スーパーアリーナからスタートし、8月24日にハワイのホノルルで最終公演を迎える。そして10月28日9時より4月26日、27日、埼玉スーパーアリーナ、スタジアムモード公演のチケットのみ、アドファンサイト、アドのドキドキ秘密基地、有料会員限定で、最速先行受付、抽選がスタートする。埼玉スーパーアリーナ日曜日公演以外のチケットに関する詳細は後日発表予定。なお、折原が描き下ろしたツアーのキービジュアルも合わせて公開された。モデルプレス編集部、アドコメント、火花もともとツアータイトルをスパークにしようか悩んでおりました。革命を起こすを英語でスパーク、A レボリューションと言ったり、火をつける、口火を切る、引き起こすという言い回しの中でスパークがよく使われます。ファーストワールドツアーのウィッシュが願いであるなら、次のステップとして私は世界に対し、ヒヒトとして火をつけるようなことをしたい。火花のように熱く、小さくとも強大で、物事にとって何かのきっかけになりたいという思いがありましたので、スパークを日語にして、火花火を世界に持っていきたいという思いも込めて、日語で火花にしました。以前のウィッシュから成長した姿を、世界中の皆様にお届けしたいと思っております。また最高のライブを作っていくつもりです。アドワールドツアー2025、火花パワードバイクランチロールデート、シティ、ベニューエープリル26、埼玉スーパーアレーナ、スタジアムモードエープリル27、埼玉スーパーアレーナ、スタジアムモードメイヨン、バンコク、インパクトエキシビジョンホール5から6名8、マニラ、モールオブエージャメ11、台北、リンクリノメ15、ソウル、キンテックスホール9名18、香港、エージョワールドリノメ21、シンガポールインドアスタジアメ25、シドニー、クドーズバンクリノメ27、メルボルン、ロッドレーバーアレナジュネ10、アントワープ、スポートペーリエスジュン14、コペンハーゲン、ロイヤルアレナジュネ17、ベルリン、ウーバーアレナジュネ19、ロンドン、ザオーツージューン21、アムステルダム、ジム、オードメジュネ25、パリ、アコアアレナジュネ29、バルセロナ、パラオサンジョーディジュライ2、ミラン、ユニーポールフォルミジュライ10、シアトル、WA、タコマドームジュライ13、サンノゼ、CA、SAP センタージュライ16、ロサンゼルス、CA、クリプトドットコムリーナジュライ19、フェニックス、AG、フットプリントセンタージュライ22、フォートワース、TX、ディッキーズリーナジュライ24、ダリュート、ナ、カスサウスリーナジュライ26、オーランド、フロリダ、キーヤセンタージュライ29、ボルティモア、MD、CFG バンクリーナジュライ31、シカゴ、イル、ユナイテッドセンターアック3、トロント、ON、スコシバンクリーナハコ、ポチュールク、NJ、プルデンシャルセンターアック8、メキシコシティ、アレーナシウダでメキシコオーグ13、サンパウロ、エスパスアンエーメドーグ15、ブエノスアイレス、モベスターリーナッハ18、サンティアゴ、モベスターリーナッハ24、ホノルル、ハイ、ブレージデルアレーナ、ノットスポンサード記事。